古橋開古館は、愛知県豊田市稲部町田平八番地にある資料館。運営は、一般財団法人、古橋会。書画、投資機、民具などを収集、保存、展示している。約300年前に、古橋家初代が、美濃国中津川から三河国北下良群島橋村に移住し、古橋家は、代々酒造業を制御としていた。 古橋家六代の古橋明川は、文久三年に上京し、平田鉄壇への門に入って国学に傾倒した。これを機に、国学者、儒学者、勤労家、形成家などの書画を収集した。古橋や七代の古橋義爪は、北下良郡長や愛知県会議員などを歴任した人物であり、八代の古橋道期は、初代稲部町長などを歴任した人物であるが、 いずれも六代、古橋明顔のコレクションを引き継ぐとともに収集を続け、八代、古橋道期が死去した1945年末には、遺言によって財団法人、古橋会が創設された。八代、古橋道期の実定である、河村貞志郎が財団法人、古橋会の初代理事長となり、各種の公益事業を推進した。本館の建物は、 江戸時代中後期に建築された酒蔵、味噌僧であり、太平洋戦争後に改築して、総合病院としたものである。1958年には、古橋吉兼の50年祭を記念して、この建物を本館として1958年に、古橋開古館が開館した。1971年には、一般公開を開始している。 消防法の関係で2018年12月1日から一般公開を無期限休止し、所蔵資料の整理、保存、活用を軸として活動している。ありがとうございます。